はい、エビちゃんエビちゃん、皆さんご視聴ありがとうございます。今回はですね、ウイレ2021、特にマイクラブで一番おすすめできる技を教えていきたいと思います。それがまあ習慣なんですけど、まあ、シュートキャンセルの略なんですけど、操作方法はゲージが出てる時に×を押す、まあ、自分は四角×でやってます。他にも三角×でやったり丸×でもできます。自分は一番やりやすいので四角×でこういう感じでやってます。まずこの操作を覚えていきましょう。で、方向キーに、例えばこの時に右行きたいなら四角×を押して右に置けば右に行けますし、左に行きたいなら左に行けば、その場所にシューキャンが、行きますね。ってことで、まず一番今作強いシューキャンいきなり教えちゃいます。それはですね、平行からのシューキャンになります。こういう感じで平行から来たらシューキャンしてシュート。今見ていただいたと思うんですけど、シューキャンが伸びないで足元に行くんですよね、90度からのやつだと。なので相手を剥がせるし、体勢のいいシュートも行くし、まさに一石二鳥みたいな技なんですよね。もう一回見ていきましょう。こういう感じでやったらこうやってシュート、もうめちゃくちゃ早い。これはまず絶対覚えておいた方がいいと思いますので、で、今日一応ね、動画が、その実践の動画も出すんですけど、それが一応昨日配信で行った約11試合の中で約12個ぐらいのシューキャンのところがあったので、シューキャンからのゴールかながあったので、それを見てってもらいたいと思います。じゃあどうぞ。見ていただけたでしょうか。めちゃくちゃ強くないですか。足元に入るからもう一回見せちゃうと、もうこうしてもうこの辺、もう足元に入るんですよね。ボールコントロールが高い選手だと、しかもボールが浮くんで相手も足出せないしっていう状況になるので、絶対あの平行の中間は覚えておいた方がいいと思います。じゃあ次強いのは、まあ、この45度の角度から出された中間ですね。まあ去年もそうですけど、こういう感じですね、まあ、軸裏出ちゃったんですけど、今のもめちゃくちゃ強いです。まあ、45度、うん、そうだね、45度だね。そしたらもう一回、見ていきましょう。まあ、これ45度ぐらいになったらシューキャンして、これです。これめちゃくちゃ強いんで、これも覚えた方がいいシューキャンだと思います。じゃあ実際の動画どうぞ。はい、見ていただけたでしょうか。めちゃくちゃ強くないですか。この45度、体勢が良くなるんで伸びないし、ほぼほぼ入っちゃうっていうのが強さの一つですね。この2つだけでも覚えていただけたら、もう全然マイクラの攻撃の幅広がると思います。ってことで次は3つ目、シューキャンからのパスですね。見ていきましょう。こういう感じでシューキャンしてからパスでシュート。これもめちゃくちゃ強い。なんでかっていうと、シューキャンであれだけ剥がせちゃうので相手がプレスかけられないんですよね。だから体勢のいいパスも通るし、剥がせるしっていうことで、めちゃくちゃいい。シューキャンからパス、シュート。外しちゃったんですけど、まあ、実際の、今から画面を見ていきましょう。どうぞ。ってことでね、まあ、1個目はちょっとサーチがずれてラッキーな部分はあったんですけど、一つ目でめっちゃ剥がせてたと思うんですよ。もうあれだけでも全然強いかなとは思ってます。2個目も、シューキャンの、このシューキャンをしてからのパスなんで体勢がいいので通ったって感じですね。じゃあ最後、これはちょっと一番難しいかなっていうシューキャンにはなるんですけど、じゃあ実際やってみましょう。今度は単独ドリブル、単純にドリブルでのシューキャン、こういう感じでシューキャンしてからのシュート。これもまあちょっと難しいけど、実際の動画見てみましょう。どうぞ。ということで見ていただけたでしょうか。あんな感じでね、中堅すると相手も足出してくれるんで、ああいう感じでね使うのがいいと思います。で、体勢良くなるんで、こうドリブルしてから困ったなって思ったら、シューキャンして、利き足、最後のインザーギみたいに、利き足の方に変えてあげる。左足よりも右足の方がやっぱ入りやすいし、相手もあそこは左足でのシュートをケアしてくる場面なので、ああいう場面で使うといいでしょう。っていう感じで、今回は4つの
シューキャンですね。本当に強いので、シューキャンは、ほんと絶対覚えた方がいいと思います。ということでね、これでもし参考になったなぁと思ったのであれば、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。皆さん、シューキャンしっかり覚えて攻撃の幅を広げてみましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。